こんにちは、ザ・ディセンバーズのテツです。さて、前回に引き続きまして、ザ・ディセンバーズのディストラクションズ全曲解説の後編をお送りしたいと思いますが、その前にね、前回バンドに歌詞を提供してくれてた中学時代のクラスメートのことをね、今頃どうしてるんだろうという話をしましたけれども、なんとその彼女と連絡が取れましてね、 CD を届けることができました。もう30年ぐらい消息がわからなかったんでね、いやー嬉しかったですね。コロナが落ち着いたら実際に会ってね、話がしたいと思っていますけれどもね。はい、ではまずは月光の儀式からスタートしましょうか。これは2枚目のシングル、ライディーンの岩という曲に取り掛かっていた時に、バンドのミーティングで突然高博くんがガンダムの曲を作ると言い出しまして、おいおい、今はガンダムじゃなくてライディーンだろうって思ったんですけども、その数日後には彼がこの曲を書き上げてきましてね、あの機動戦士ガンダムムーンクライシスという漫画をモチーフに書いたということで、漫画の作者の松浦正文先生の許可も取って、なんだか気合が入ってましたね。ピアノ、ベース、キーボードと全部一人で録音した音源を送ってきまして、あとはミックスよろしくねとぶん投げられました。で、アルバムに収録するにあたって、高博くんはインストでもいいよって言ってたんですけれども、まあ、せっかくなんで俊也くんのボーカルも入れたいなと思って、あの、教会で賛美歌を歌っているような感じをイメージしてボーカルミックスしてみたんですけれども、もっとラジオボイスっぽくしたいという意見が出ましてね、そこから宇宙船で通信しているようなアイディアが生まれたりしました。で、アルバムの中でも異色なスペーシーなサウンドに仕上がったと思っています。高博くんのガンダム愛が爆発したミュージックビデオと合わせてぜひ楽しんでもらえたらと思います。で、次の曲は深夜2時に目覚めた僕の番号です。俊也くんがアルバム用に書き下ろしたユーモラスな歌詞だったんですけれども、で、それに僕が曲をつけることになってたんですが、どうにもメロディーが思いつかなくてしばらく放置してたんですね。それなのにメンバーがことあるごとに次は番号だなみたいにプレッシャーをかけてくるんでね、で、全然曲が仕上がってないのに困ったなと思いつつ、アニメの DVD を見てしばし現実逃避してたんですね。あの、名探偵コナン、銀翼のマジシャンという映画ですけれども、ご存知でしょうかね。僕らにとって非常に馴染み深い室蘭の港が出てくる映画ですけれども、それで、そのコナン君のテーマソングみたいな疾走感のある曲がいいかなと、あと、ファンキーな要素も欲しいなと思って、トム・ジョーンズとかをイメージしながらデモを撮ってメンバーに聴かせてみたら、なんだか太陽に吠えろみたいだなと言われまして、どんどんそっちの方に寄せていってしまいました。で、ラーメンの曲なんでね、イントロのギターはチャルメラをアレンジした感じで、ラストはチキンラーメンの CM のフレーズも弾いてます。で、高博くんは普段弾かないスラップベースにチャレンジしていて、俊也くんもこの曲早口でブレスのタイミングがとても難しいんですけれども、それを畳みかけるように歌っててですね、なかなかチャレンジな一曲に仕上がりました。で、歌詞にもあるようになんとかなるさって感じでレコーディングしましたけれどもね。で、ミュージックビデオではうちのスーパーボーカリスト俊也くんがひたすらカップラーメンをすするというね、ちょっと笑える体を張った映像になっています。次はマイディアステファニーです。いきなりネタバレになるんですけれども、この曲はラブソングのように聞こえるけれども、実はそれだけじゃないよというのを狙って作ってます。例えば、ビーチボーイズのバラード・オブ・オール・ベッツィとかですね、年上の女性への恋心を歌っているのかなと思いきや、ベッツィとは実は車のことだったりね、ビートルズのマーサ・マイ・ディアのマーサは犬だったりとかね、そういうのを目指しました。じゃあ、ステファニーってなんだって話ですけどもね。歌詞には思春期の思い出の断片をたくさん散りばめてみました。夕暮れの街に流れていたドボルザークの家路のメロディーだったり、まあ、当時精一杯のおしゃれのつもりで地元のジーンズショップで
1980円ぐらいだったかな、それぐらいで買った白いジャケットのこととか、で子供の頃は女の子の方が成長が早いんでね、それを見てちょっとドキドキしたり、逆に自分が子供っぽく思えてきて置いてきぼりにされたようなそんな気持ちだったり、そんなほろ苦い思い出とかですね。でメロディーもアレンジも中学時代に作ったバラードの焼き直しみたいな、メンバーにしか伝わらない内輪ネタが満載の曲です。でこの曲撮ってた時はアルバムのリリース日が迫ってたんで、ギターだけじゃなくてキーボードも自分で弾いてですね、あとはベースとボーカルを重ねるだけのオケを作って、でメンバーに渡したんですけれども、そしたら高弘くんがプロコルハルムの青い影バリのオルガンをかぶせてきましてね、その音を聞いて震えましたね。さすがだなと。で俊也くんのボーカルも切ない感じでバッチリハマってて、なんか悔しかったんでね、サビの部分だけは自分で歌った仮歌をうっすらと残して重ねてあったりします。次の曲は声援です。で今年の1月新年一発目のバンドのオンラインミーティングがあったんですけれども、そこでそろそろアルバムの収録曲を決めようとなったんですけれども、でそこで予定してた曲を2曲ほどボツにすることが決まりました。1曲はねアルバムのカラーに合わないという理由で、もう1曲はスローなバラードだったんですけれども、それよりかはアップテンポな曲がもう1曲欲しいよねとなりまして、それで急遽新曲を作る必要に迫られました。で高弘くんが歌詞は俊也書けばって言って、じゃあ曲はなんとか僕が作るからと、そう決まってですね、その翌日には俊也くんの歌詞が出来上がってきました。で俊也くんがたまたまライブ観戦していた新日本プロレスの東京ドーム大会、その岡田和司の言葉に、ね、触発されて書き上げたもので、コロナ禍で観客が声を出せない中での無言の声援というね、力強いメッセージで、これはすごい詩ができたなと。それでその時同時進行で作ってた曲に当てはめてちょっと歌ってみたら意外とぴったりハマったんで、あっという間に完成しましたね。でその時に僕はハードオフで3000円で買ったジャンク品のギターを弾いて作曲してたんですけれども、この勢いのままそのまま撮っちゃえと思って、そのボロボロのギターでレコーディングしました。それでなかなか荒っぽいサウンドになったと思いますね。でこの曲 YouTube で発表して、その後世の中がちょっときな臭い感じになってまして、まあ、今でもね傷ついたり苦しんだりしている人たちが大勢いるわけですけれども、まあこの曲がちょっとでもエールになればいいなと、そんなことを思ったりもしています。でラストナンバーはニューリーブス、この街で生きていくです。でこの曲はシングルライディーの岩のラストにも収められていた曲ですけれども、今回アルバム用にボーカルを取り直してミックスも全面的にやり直したアルバムバージョンになっています。で長年俊也くんが店長を務めてた店がコロナで閉店することになってしまいまして、そんなね彼の思いがたっぷり詰まった歌詞で、それに高弘くんが素晴らしいメロディーをつけて、とても感動的な曲が生まれましてね。でメンバーの意向を組んでビートルズのヘイジュードとかね、オアシスのオールアラウンドザワールドみたいな、ね、壮大な曲をイメージしてアレンジしました。で曲の中にビートルズの楽曲のフレーズもねあちこちに散りばめてあったりします。でラストのコーラスはライブとかで自然発生的に生まれたようなね雑多なコーラスにしたいと思ってたんでね、高弘くんの地元の中学生たちにお願いして歌ってもらいました。あと俊也くんのボーカルですけれども、この曲を最初に撮った時に彼が感極まってちょっと涙声になってしまったテイクがあるんですけれども、それをねサビの部分に重ねてあります。とってもグッとくるボーカルだったんでね、記念に残しておきたいと思いますね。とっても長い曲ですけれども、我々ザ・ディセンバーズによる室蘭アンセムとでも言うべき代表曲になったのかなと、そんな風に思ってます。
バンド結成40周年記念アルバムということでね、結構気合を入れて作ったつもりですけれども、ちょっと時間が経って改めて聞き返してみると、もっと焦ればよかったなとかね、反省点もいろいろ見えてきたりしまして、まあそれは今後に生かしていけたらいいなと今は思っていますけれども、最初から意図してたわけじゃないんですが、アルバムの収録時間も昔の LP レコードサイズに収まっているのでね、いつか CD じゃなくてね、アナログ版を作ってみたいと思ったりもしますけれども、こればっかりは CD みたいに手作りはできないので、なかなか難しいところですけれどもね。はい。というわけで、2回にわたってアルバム全10曲紹介してきました。公式 YouTube チャンネルの再生リストから全曲聴けるようになってますのでね、気に入ってもらえたら嬉しいです。あと、バンドのウェブサイトの方にも特設ページを公開してますから、概要欄から辿っていただいて、覗いて見てもらえたらと思います。それでは、また。